ブラックバンブラックバン、または、スコッチバンは、スコットランド特有のフルーツケーキである。ホグマネーや新年を祝って食べられるもので、味は濃厚でしっとりしている。かつては12夜に食べるものであったが、スコットランド国教会により、クリスマスを祝うことが禁止されたため、新年を祝う食物となった。このブラックバンは、16世紀にイタリアから伝わったとも言われる。 ブラックバンは20世紀の初めに使われるようになった名称である。18世紀にこれとによく似たプラムケーキという食物があったが、スコットランドではケーキとは硬いビスケットのことで、いわゆるケーキを意味しないため、このプラムケーキはバンと呼ばれるようになった。ロバート・ルイス・スティーブンソンがこのバンのことを人生に有害な黒いものと書いたため、 ブラックバンと呼ばれるようになったとも言われる。20世紀の初めには、香りが強く中の果実は多くなり、クリスマスプディングをペストリーの皮に包んだようなものとみなされた。クリスマスプディング1826年のメグドッツのレシピでは、スコッチクリスマスバンという名で、パン生地に干し果実や卵やブランディを混ぜたものを焼いていたが、その後、 香料と果物を混ぜたものに小麦粉をわずかに加え、サクサクとした歯触りに仕上げるようになった。風味は、それぞれの好みで胡椒が強いものやシナモン風味のもの、黒糖蜜を用いたものもある。多くのフルーツケーキと同様、早めに作って何週間か保存しておくのが望ましい。食べる1月前に作っても良い。イギリス伝来のクリスマスケーキや、クリスマスプリング同様に、 食べるまで空気に触れさせてはいけない。クリスマスケーキとも他のフルーツケーキやデザートとも違った趣がある。ファーストフッティングの時に年明けの鐘が鳴る時に花火が打ち上げられる時にスコッチウイスキーを一杯やりながらオールドラングサインを歌う時に楽しむ歌詞である。ファーストフッティングの時もこのブラックバンを持っていくものとされる。スコットランドではクリスマスにはダンディケーキ 新年にはブラックバンを食べる。新年の食物としては鹿肉のローストと同じくらいに伝統的なものであると言われている。ありがとうございます。